松山市の道後温泉周辺を現代アートに染める道後温泉アート2018のグランドオープンを前に、本館や周辺のホテルで絵画やオブジェなど合わせて6作品が13日報道関係者に公開されました。ホテル椿館ロビーではアーティストの鈴木康弘さんが湯玉の気配、空気の人と題し、複数の透明の人型バルーンを天井から吊り下げて展示しています。他に瞬きした瞬間を写真に収め、カードにできる有料の体験型作品も設置しています。ホテル湯の宿幸屋には、美術家の松井千恵さんが清廉丸西へと題して、大阪と道後を時空を超えてつなぐ物語を構想し、絵画や立体作品を並べて部屋全体で表現しています。本館の廊下では写真家の浅田雅史さんの8作品を配置しているほか、宝城園周辺では若手の芸術家が公開制作に向け準備を進めていました。そうですね、やっぱこう写真をこう8点見ると、まあ、歴史がこう、あ、こんなになんかいろいろあったんだなっていうのが、あのほのかに感じてもらえると思うんですけども、まあ、温泉入る前に見てもらったりとか、入ってから見る場所にあるんですけども、やっぱこうそういうのを感じながら入ると、ちょっとまたこの温泉も一味違ったものになったらいいなと思ってます。道後温泉アート2018は14日にグランドオープンし、来年2月末まで続々とイベントが展開されます。